微笑みの木じゃなかった。葵さん、この前はありがとうございました。やあミユさん、こちらこそ。カードショップで会うなんて珍しいね。あの大会以来、ヴァンガードに一層夢中になってしまって、葵さんとのファイトが、とっても楽しかったから。ミユさん、実はもう一度ミユさんとファイトしたいと思ってたんだ。葵さんも私と同じように思ってくれていたんですね。ここで会えたのも何かの縁かもしれない。ミユさん、もう一度お手合わせ願えないかな。へえ、珍しいじゃん。お嬢様が一人でお買い物？忍さん、実は、先日のヴァンガードの大会で敗れた微笑みの騎士、いえ、葵さんにリベンジがしたくって。ははん、それでカードを見に来たってわけか。だけど、それならちょうどいい。私ももっと強くなりたいと思ってたところでさ。忍さん？だから、せっかくだし、二人で特訓しないか？あんたとはファイトしたからわかる。私と春菜でなら、もっと強くなれる気がするんだ。忍さん。はい、ぜひ。